排気の大きいのじゃん。あの、手こしが出なくなっちゃう。家族で動物園を訪れた際に撮影されたビデオである。あ、喋ったよ。バイバイ。こっちなんだ。どっちが喋った？あ、おはようだって。一緒に言い出すの？親分がなんかあれなんだよ。ワンチョはあれじゃないの？ワンチョ。キロもワンチョ。あれ、あれ。え、ここのが一番低いよ。あ、これ。岩の端っこに。待って、最初に言うやつ。それって髪切って言うの？再度ご覧いただきたい。水辺の鳥を観察している子供の奥、池のほとりに置かれた石の周りに目を移すと、そこには首のない子供らしき霊の姿が見て取れる。やがてカメラは右に振られ、水鳥を映している。そして再びカメラが元の位置に戻った時、先ほどの霊が画面右へと横切っているのである。これは無残な死を遂げた子供の怨霊であろう。かつて動物園の近くで子供のバラバラ殺人事件が起きたのだと投稿者は述べている。その時、手足や胴体は発見されたものの、いまだに頭部が発見されていないということである。霊は自分の頭部を今も探し歩いているのかも。
そろそろ彼女来ると思うので、とりあえず待機です。なんかこう見ると家具が少ない。お、あ、来たか来たか。うん、あれ、あいつじゃない。何？来てんの？おい、
これは投稿者がとある駐車場で自転車を修理している様子を面白がって撮影した時の映像である。チューブはみ出たんですか？特に意味もなく友人たちとの記録を残すためにカメラで撮影していたという投稿者なのだが、あ、マジですか？投稿者にとってその映像がよからぬ意味で忘れられないものとなってしまった。あ、マジなんかよかった、チューブ。サドル抜かれることはありましたけどね、やる側じゃなかったですけど。最高にすることやばい。え？接着ってやつですよ、接着。なんか傘 の鍵で滑るんですよ。ああ、はいはい、超流行りました、ビニール傘のあれですね。マスターキーだってね。お分かりいただけたであろうか、奥に見える車の助手席から人のような形をした影がこちらを見つめているのが見て取れる。後日、投稿者が聞いた話によると、この駐車場は夜な夜な若者たちがよく集まっていた場所らしく、そこで一人の男性が集団リンチに遭い死んでしまう事件があった場所だという。この例はその死んでしまった男性の怨念が映り込んでしまったものなのだろうか。